はい。今日は35度を超える猛暑日なんですけど、まあもう一本撮りたいと思います。今回は、まあ、前回前足の話をして、まあある程度オーリーの仕組み、あそこまで説明するとちょっとは飛べるようになったかなと思うんですけども、まあでもね、多分やりながらなんかまだふわっと来ないな、なんかテールがうまく浮いてこないなとかあると思うので、それのチェックをしようかなと思います。で、どうやってチェックするのっていうと、まあメインのオーリーじゃなく、フェイキ、逆で進んできて、オーリー。ってこと。で、なんでこれがいいのかっていうと、逆に進んでくると、ちゃんといいタイミングで叩けないと、うまく叩けないし、叩きすぎちゃってると、こう詰まっちゃう。っていうのがあるので、まあ、路面によってね、やっぱちょっとツルツルのいい路面とかだと少しぐらいごまかせんだけど、まあ、こことかだと結構噛むので、結構オーリーのチェックになるかなと思います。じゃあそんなこんなで、まあダメなオーリーをまずやってみようかなと、オーリーじゃない、テイキオーリーやってってみようかなと思います。まあ、こんな感じでね、ちゃんと弾けなかったり、弾きすぎ、踏みすぎちゃってたりすると、今みたいに詰まったり、うまく跳ね上がってこない形になります。ちなみに、こう、溝がいっぱいあると、今みたいに、このたまたまこの溝に、叩いた瞬間板が引っかかっちゃうこととかも稀にあります。はい、まあ、こんな感じでね、タイミング、テールがしっかりいいタイミングで叩けると、バンって浮いてくるので、これはすごい、オーリーのテールを叩くっていう動作に、すごい効果的な練習方法かなと。まあ、最初ね、逆で進むのが苦手っていうか、難しいと思うんだけど、もうちょっと紹介しようか。はい。じゃあ、まあ普段メインのプッシュ。こんな感じで。左足が前で、右足で、プッシュすると思うんだけど、まあ、フェイキーの時は、やり方がまあ二通り。一個は今の逆。さっきは左足が前だったんで、右足を前に。スイッチのプッシュ、もしくは普段こう左足が前で、レギュラーの場合は左足が前でこいでると思うんだけど、この前足の位置を後ろに下げる、後ろのビスあたりに下げて逆に乗る。普段は後ろ足は
なんだろう、後ろにテール側に乗せると思うんだけど、それを左足を後ろにして後ろ足を前に乗せる。こんな風に、逆向きでプッシュして、で乗るときは、乗るときは普段の降りと本当一緒。もうフェイキーだからとかあんま考えないで。で目線よくもうみんなこっちの方向くんだけど、物を越えるとかじゃないから、基本ちょっと前見てれば。で飛ぶときはもう本当足元にいいと思います。これ何が重要って、フェイキーを覚えるってよりもしっかり叩けるかどうかをチェックするためにフェイキー降りがいいよっていう話を今回してるので、そこまでちょっとこのフェイキー降りをしていこうっていうよりかは、これをそのチェックするバロメーターとしてチャレンジしてみるといいかなと思います。ちなみにフェイキーオーリーで物を超えるっていうのは最初めちゃくちゃむずいっす。っていうのも、もうこの距離がオーリーの倍、3倍ぐらい考えておいた方がいいかな。フェイキーだと、オーリーだとパン、これもう言ったらテールのこの部分だけ、ここで弾いて、まあ、こっから、この分が飛べちゃえば、これ後ろのウィールで、タイヤのところで、イメージしてんだけど、まあ、この分飛べちゃえば。だけど、フェイキーの場合は、こっちから来て、ここで弾くとする。ここでしょ？で、ピヨンって、この距離飛ばなきゃ、このものを超えるだけで、もうこれぐらいのって本当メインの森だったらこれでも飛べちゃうから、こんなんでもいいんだけど、フェイキーはもう例えばもうここで弾いたら当たっちゃうし、飛んで耐えれなかったら絶対引っかかるし、なので、まあ、物越えできるようになったら最高だけど、最初は絶対難しいので全然おすすめしません。慣れてきたらね、こうフェイキーオーリーよりもカーキャブってフェイキーのワンエッジとかの方が絶対簡単なんで、はい、なのでまあフェイキーオーリーは本当バロメーターとして自分のオーリーのチェックのためにやってみてください。一応一回飛んでみるか。今のでもギリギリだったんじゃないかなみたいな感じなんですけど、まあ結構物を飛び越えるっていうのは難しいです。これはもうフェイキー、あとノーリスイッチのフェイキーの物越えの難しさで、逆に進んでもやってることは本当一緒なので、逆に進んでこんな感じ。ただこれがちょっとスピードっていうか、ちょっと走りながらやってるだけなんで、トロトロトロ、ほら今溝に引っかかった。まあこんな感じで
練習してみてもらえたらなと思います。